拍手に迎えられ少し照れながら歩く女性。世界最高齢の総務部員としてギネスブックに認定された玉木康子さん、91歳です。この日、自身が暮らす豊中市から市民に元気を与えたなどとして表彰されました。あんまり規則正しい生活はしてないですけど、朝5時半起床なんです。5時半に起床したら約30分くらいはヨガのストレッチをやるんです。精神的にはやはり般若心経を唱えるんですよ。今日一日ね、朝目覚めましたことをありがとうございます。玉木さんの勤務先は大阪市西区にある三幸インダストリーです。従業員数は430人、100万種類以上のネジを取り扱う専門商社です。おはようございます。おはようございます。玉木さんは総務部員の一人として平日午前9時から午後5時半までフルタイムで勤務しています。社内の報告書をまとめたり取引先への手紙を書いたりするのが主な仕事です。キーボードの入力作業は決して早いとは言えませんが、間違えないよう丁寧に一文字一文字打ち込んでいきます。やってるうちに覚えてきたっていうのか、で分からないことは今みたいになんか困ったらエスケープで皆さんに助けてもらって、助けて言ってはい、分からんとこは聞いてます。玉木さんよりもはるかに若い人たちからパソコンの扱い方を教えてもらうなど努力を積み重ねた結果、今では表計算ソフトも使いこなせるようになりました。難しくないですか？意外とね、エクセルにはいろんな機能がありますでしょ。表を作ったり、数字をはめ込んだり、また文字をはめ込んだりする機能がありますから、そんな使い持ってやれば、意外と誰でもできる簡単な仕事だと思いますよ。いくつになっても柔軟に新しいことにチャレンジし続ける玉木さんの姿に後輩たちも。こんなに高齢になってもすごいいろんなことに挑戦している姿を見たら、なんか私ももっと頑張らないといけないなっていうふうに勇気づけられますね。ご自身はおいくつぐらいまで働きたいですか？そうですよね。まだ7年働いて、私27なんですけど、90まではちょっと無理かなという感じはします。目指しますね。90目指せるかな。わかりました。60、私が20歳から入ったから90まで働こうと思ったら70年、うん、70年ですよ。7年終わったからあと63年。15歳で父を亡くし、3人の兄弟を養うため仕事を始めた玉木さん。1955年、25歳の時、知り合いの紹介で今の会社の総務部で働き始めました。以来玉木さんは総務部一筋の会社員人生を歩んできました。55歳で一旦定年を迎えましたが、担当する取引先が多く社内の信頼も厚かったことから嘱託社員として働き続け、入社から65年目を迎えました。会社はもうパートナーです。会社があるからこそ働けるという形ですけども、その一緒に仕事する人たちがやっぱりね、とっても素敵ですし楽しいですし、この人たちといつも一緒にいてるのが一番幸せって感じなんで。失礼します。玉木さんよりこの会社の歴史を知る人は社内にはいません。79歳の会長でさえ12歳も年下です。契約書です。そうそうそう、かりました。会長とも50年以上の付き合いになる玉木さん、阿吽の呼吸で次々と仕事を処理していきます。
右腕というか参謀という感じかな、ね、私の経営についての考え方ももう私以上によく知ってるという感じやからな。それからちょっとこう言うただけでうまく文章を作ってくれるんやな。そういう仕事やからね、他の人ではちょっとできないんやな。今年4月、玉木さんは34人の新入社員への研修を担当しました。起立。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。40年ほど前から研修を担当しているという玉木さん、この日は総務部を代表して掃除の心得について話します。まず人様に喜んでいただけるお掃除、これを通じて人づくりしつけっていうのを会社では重んじています。マナーを大切にしてほしい。規則は当然守るべきもの、マナーは自分の心から自己啓発でやるものです。会社のそして人生の大先輩の言葉に真剣に耳を傾けます。今まで多分結構人生経験とかもされてきたので響きます。自分も掃除することあるんですけど、なんか内面からきれいにしていきたいなって感じました。長く働けるように頑張っていければ、会社に必要とされるように頑張っていければなと、玉木さんみたいに周りの方々から尊敬されるような人間になりたいなと思ってます。最後に玉木さんに働く意義について聞くと、簡単なこととばかりにこう答えてくれました。仕事というのは基本的には誰かの役に立つことでなければならないのですね。私は長いことやってるうちにそういう境地に到達してますので、で、私は会社にいるということは、必要とされるとともに誰かの役に立てるというのが私が会社に存在している意義だと思います。